2月22日木曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は真っ暗と先ほども申し上げましたけれども、今日の関東地方曇り空の続くところが多いでしょう。東京や神奈川など南部や茨城、朝晩ところどころで雨や雪が降りそうです。群馬、栃木、夜に雪や雨の降るところがあるでしょう。各地ともこの湿った空気が流れ込むためなんですね。日差しが少なく、最高気温昨日より2度前後低くなるでしょう。これ真冬並みですね。6度から8度くらいまでしか気温上がりません。昼間も震える寒さとなりそうです。東京地方今日は曇り、明日は曇りのち晴れという予報です。ここで鉄道情報が入ってきました。運転再開の情報です。信号確認の影響で運転見合わせていた JR 埼京線、先ほど全線運転再開しました。なおダイヤに乱れがあります。ご利用の方ご注意ください。先ほどまで運転見合わせていた JR 埼京線、先ほど全線運転再開しました。ダイヤには乱れがあります。ご利用の方ご注意ください。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与、藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、連日そのピョンチャンオリンピックでね、はい、日本、選手がですね、メダルを取った、いや残念逃した、一喜一憂している感じがしますけれども、はい、昨日はですね、スピードスケート女子団体追い抜き、日本が前回覇者のオランダ、オリンピックレコード、オリンピック記録で破りまして金メダルを取りました。まあ、これで、高木美帆選手はですね、日本の女子で初めて一つの大会で金銀銅の全メダルを獲得したということなんですね。でトータル日本のメダル数は、今から20年前の長野大会、1998年のこの長野大会を上回り、東京オリンピック最多の11個となりました。まあ、このスピードスケート女子団体追い抜きパシュートなんて言いますけれども、高木美帆選手と高木菜那選手という姉妹が出ててね、そしてこれ4人いて、そして準決勝では菊池彩香選手が滑って、走ってですね、そして、この決勝では佐藤綾乃選手、ですから高木姉妹に佐藤綾乃選手の3人で、このレースに挑んだわけなんですが、見事金メダル。いや、そうですね、すごいですね。日本もだいぶメダル取るようになりましたね。そうですですね。で今回50代でも申し上げたんですけれども、スピードスケート女子団体追い抜き最大のこのポイントってのが、空気抵抗をいかに、まあ、味方につけるかということなんですね。まあ、後ろの選手、3人縦に並ぶんですよね。で先頭の選手に空気抵抗がかかります。そしてその後ろにいる2人、体力をこの温存するという、そういう仕組みになっているんですね。でこの前の選手が空気抵抗を受ける、その後ろの選手が最小限にその空気抵抗を抑えるために縦の隊列を組むわけですね。で、この風よけになった後続の選手は体力温存する。で脚力だけじゃなくて、この隊列の並び方だとか先頭交代の仕方、これが勝負を左右する、なぜならば3人滑って、そして3人目のこの、タイムで競ってますからね。ですからほぼ同時にこの、ゴールするというのが、まあ、ポイントなわけなんですけども、でこの相手のオランダですが、決勝のね、そうそうたる顔ぶれ、1500m の金メダリスト、あと 3000m の銀メダリスト、これがブストっていう選手なんです。この人をエースにですね、他の2人も今大会のメダリストなんですね。で一方日本は高木美帆選手こそ個人種目でメダル2つ持ってますけども、お姉さんの菜那選手は 5000m12 位、佐藤選手は 3000m8 位と、まあ、力的には劣るわけなんですよね。でこのハンデを補うためにですね、年間300日にも及ぶ長期の合宿を行ったと。ですからどのチームよりも一糸乱れぬというか、まあ、綺麗なラインを形成して、まあ、ここを補ってきたということなんですが、ここで藤井さんね、やっぱり科学の英知っていうのも、加わっておりまして、国立スポーツ科学センターってところありますよね、ここでもういろいろ研究を重ねてきて、で風洞実験っていうのも車じゃないですけども、13.6 メートルの風を吹かせて、だからこれがおそらくこのパシュートの選手の受ける秒速なんですね。この風吹かせて、じゃあ、前後はどのくらいの影響があるのか、あと左右にずれた時にはこれどういう影響があるのかっていうのをいろいろやったんだそうですね。そうしましたら結果的には
まあ、左右に散らばるのが一番影響があるというのが分かって、うんうんうん、だから縦に、しっかりとこの、乱れないように隊列を組んでいくという、うんうん、この作戦を、立てたということのようなんですね。サッカーでもね、なでしこジャパン、ここの、はい、選手の力量っていうのは世界レベルから考えるとそれほどでもないと監督なんかね、おっしゃる中でもやっぱりチーム力で勝つっていうね、はい、まあ、まさに強靭なチームワークをね作るのにもこういうのは大切なんですよね。せっかくこう個々のスポーツ選手がこうやって頑張ってるのに国も頑張ってもらいたいですよね。そうですね、うん、いろんなことでもね、まあ、ね、そうですね。あと、まあ、ここの国立スポーツ科学センターだってお金はかかるわけですから、うん、そうですよね、まあ、こういったところへのそのね、まあ、まあ、投資というか、そうですよね、お金は必要な、うん、そういうところにはやはりちゃんと、ね、うん、出すと日本中がこうやって湧くっていうのをね、ちょっと理解した方がよろしいでしょうね、うん、あとカーリングの女子なんですけれども、日本がスイスに8対4で敗れはしたんですが、一方でアメリカがスウェーデンに敗れたために1次リーグ4位で決勝トーナメント進出を決めました。まあ、最後はあの4チームでトーナメント組みますんでね、うん、で明日があの準決勝ですけれども、1次リーグ首位通過の韓国とカーリング女子は対戦するということですね、うん、まあ、こちらもチーム力でなんとかね、うん、そうですね、頑張っていただきたいという感じがしますね、うん、はい、まあ、だけれどもその平昌オリンピック、今度は2020年東京オリンピックが控えているわけなんですけれども、うん、まあ、こうやって、世の中この気分的にはメダルを取ると明るくなる、うんうん、うん、そうですよね。なんかある意味それちょっと非常にある種の悲しみを感じますよね。本来もう非常に危機的で絶望的な状況に今日本があるのに、この、まあ、金はね確かに日本人として嬉しいですけれども、はい、本当こう歌方の今の個人の、ね、頑張りで、はい、ナショナリズムでこう喜ぶことになるわけですけど、本当に日本国民がこれからどん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 絶望的な状況に立ち至っているのに、はい、そういうこともしっかりこう認識しながら、金の、ね、メダルの祝福とかするようなそういう成熟した世論だったら、ね、ありがたいですけど、なんかこれで目くらましされているとしたら本当になんか困ったことになりますよね、まあ、そのあたりは藤井さんからしっかりとね、うん、番組の中で伝えていただきたいと考えております、はいはい、さて今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ファックスは東京 03-5403-1151、 ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、 ハッシュタグは tera1134。 たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農秋田より美味しいサムゲタンスーププレゼントします。韓国の伝統料理、こちらにですね、秋田の比内地鶏を使って身もほぐしてレトルトでもう温めるだけにしております。美味しいサムゲタンスープ、ぜひ召し上がってみてください。当選者の発表はエンディングで、時刻6時8分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時13分になるところです。2月22日木曜日、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与藤井聡さんです。藤井さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。藤井さんに話を聞くこのコーナー、ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞、幻の米朝会談、北2時間前に中止通告。アメリカのホワイトハウス、ペンス副大統領が平昌オリンピック開会式に出席するため、韓国を訪れた際、北朝鮮と会談する予定だったんですが、北朝鮮側がキャンセルし、実現しなかったことを明らかにしました。会談は北朝鮮が韓国政府を介して提案してきた、北朝鮮から提案してきたということなんですね。ワシントンポスト紙によると、会談はペンス氏が韓国にいた10日に予定されていました。しかし、ペンス氏が北朝鮮に対する制裁強化について言及したことや、脱北者と面会したことに北朝鮮側が反発し、会談の2時間前に中止が通告されたといいます。会談では北朝鮮の金正恩委員長の妹、金与正党第一副部長、あとナンバー2の金ヨンナム氏が出席する予定でした。アメリカ側はですね、北朝鮮がこの機会をつかまなかったことを残念に思うというふうに言っています。この幻の米朝会談、こんなことが
まあ、言われていたというか、組まれていたんですね。そうですよね、もちろんこれぐらいのことは当然あったでしょうね。で、これ報道ではですね、アメリカ側がこれ言ってるんですけど、北朝鮮側が会いたいというふうに言ってきたと言われてるんですよね。ただまあ、だから、アメリカ側が、いや、向こうから言ってきよったんやと、それは断りやがったんやと、まあ、そういう話ですけれど、まあ、実態はどうなのかわからないとしてもですね、まあ、この、その可能性ももちろん、あるわけですよね。はい、で、まあ、韓国としては交渉を始めたいけれども、結局アメリカ側としては交渉を始めるためではなく、はい、トランプ側の強硬な姿勢を直接伝えるためにやるんだと、はい、いうことで会うということになったことを受けて、はい、だったらもう会わないと北朝鮮が言ったと。まあ、まあ、揺さぶりでしょうね、はい、これはね、もちろんね。ですから本当これ、オリンピックのね、陰でこういうのがあるんだっていうのをこう、忘れないでほしいですよ、日本国民はね。そうですね。金とか、まあ、皆さんね、スポーツ選手頑張っているのはすごい立派なことでありが、喜ばしいことですけど、メダルを取ることは。でも僕はもうこっちに気が入ってしまってね、はい、なんかオリンピック見てこう、なんか、わーって、なんかね、どうしてもこう慣れないところがありますよね。確かに、オリンピックが何かこう、覆ってるっていう感じはしますよね。そうなんですよね。でも現実は、だってそれまでだったら何の変わりもないということですもんね。そうです、そうです。まさにこれが終わった時に何が始まるかということをみんな水面下でギリ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 やってるわけですからね。その一端がこの会談をするしないの話なわけでね。場合によってはもうこれが終わって、もう非常に危機が高まるわけですから、米朝開戦が絶対ないんだよと、もう言えないですからね。まあ、この、よく、この、今回の平昌オリンピックで、微笑み外交とね、呼ばれて、まあ、これはアメリカと韓国の分断を狙ったものだというふうに北朝鮮がですね、というふうに言われてますけれども、まあ、これはまさにそうなんでしょうね。まさにそうですよ。で、そうやって、日米韓をこう分断させることで、足並みを乱れさせて、で、トランプ側がどうしようどうしようってやってるうちに、時間が過ぎると核開発が進んでですね、もうチェックメイト。になると、北朝鮮としては、はい、それを狙ってるわけですから、これはもう本当にこのオリンピックはもう行幸そのものですよね、北朝鮮してみたらね、ラッキーそのものなわけで、そう、やっぱまずそれを考えてもらいたいですね、オリンピック見るにしてもね。はい、続いてはこちら、毎日新聞、厚労省残業データ異常117件。裁量労働制に関する厚生労働省のデータをめぐり問題となっている2013年度労働時間等総合実態調査、同じ人の残業時間が1週間よりも1ヶ月の方が短いなど、異常な数値が新たに117件見つかりました。安倍総理は国会でデータを撤回するとは言っていないと答弁しましたが、データの信憑性さらに揺らいでいます。まあ、またこれまで厚生労働省がないと説明していたデータの元となる調査票、厚生労働省本庁舎の地下倉庫から見つかったということも判明しています。まあ、これ一般労働者のこの1日の労働時間と、あとこのね、企画業務型の総量労働制、まあ、このアンケート、まあ、これが例えば質問ももう違っててですね、で最終的には何か結果的にこの一般の人よりもこの裁量労働女性の人の方が、短いというふうなデータ、これを、まあ、安倍総理が答えて、それ突っ込まれて撤回してというようなことがありましたが、まあ、今回ですね、新たに、117の異常な数値をが見つかったと、これは立憲民主党の長妻氏が精査したということなんですけど、例えばどういうものがあるかというと、ある場所では調査した人の1週間の残業が25時間30分だったが、1ヶ月の残業は10時間だったと。1週間の残業が25時間あるのに、どうして1ヶ月の残業が10時間なのかということですね。あと別の場所では、1日の残業が12時間45分だったのが、1週間では4時間半の人がいたと。まあ、これおかしいじゃないかということなんです。まあ、厚生労働省の幹部はですね、この誤った記載だとか、入力ミスが考えられると、まあ、説明しているわけなんですけれども、これ藤井さんいかが？これね、僕この調査自身は僕いじったことなんで、ちょっとわからないんですけど、調査票もちょっと見てないのでわからないですけど、あくまでも一般論で言いますけどね。いや、これ全体のデータの 0.7% ぐらいで、異常値が見つかったと。い
いうことですけど、すごい普通ですね。ああ、そうですか。というか、このデータがどこまで処理、洗ってたのかがちょっとわかんないですけど、普通はですね、入力ミスが絶対あるので、それから論理チェックって言ってね、データ処理をこうするときに、例えばそれコーディングっていうのは調査用が、生の調査用があります。それをこう、誰かがこう、手でちょっとこう、点数書きます、で、それを打ち込みます。で、それ合ってるかどうかチェックします。で、どうたらこうたら処理のこう、出る、流れ作業なんです。で、最後に論理チェックって言って、いくつかのアルゴリズム入れて、これはこれよりも長くないといけないとか、これはこれよりも短くないといけないとか、これとこれ確かこうならないといけないとかっていうのをざーっとチェックして、異常が上がってきたやつもう一回調査表を見てチェックすると。はい。で、それで、その最後の論理チェックでですね、まあ、どこまでちゃんとやってたのかとか、漏れるかとか、なんか、まあ、そういうことはありますし、だから、すごい普通なんですよ、こういうのって。そうなんですか。僕の感覚から、100万のデータとか、いろんな国勢調査のデータとかね、特に僕ら交通の出発時刻だとか、所要時間とか足したら24時間超えとるやないとか、まあ、全然あって、だから論理チェックのデータの洗いが弱かったのか、のかなとか、まあ、そうなんですよね。最後にこれ入れたコンサルタントとか、そうちゃんとこう論理チェックするの忘れたんやろなとか、まあ、結構あるんですよね。で、それがまず1個です。はい、で、まあ、これちゃんと見ないといけないですけど、まあ、よくあるような話だと僕には感じれます。で、それに加えてですね、で、この、まず 0.7% ですから、ものすごい意図的に悪くして、労働裁量制の方が短いんだっていう結論を無理から引っ張り出してやるために、むちゃくちゃなデータ作ったんだ。という感じにも、まあ見えないですよね。0.7% ぐらいだったら、まあ、なくもない話だし、間違いが。でも分かんないですよ。全然分かんない。で、しかも9時間37分、9時間16分ですから、これ11,575のデータで、これ20分違ってますから、まあ、違うというふうに感じますよね。ちょっとわかんないです。これもう正式にはもう国会答弁を聞くしかもないですね。そうですね。まあ今回はですね、安倍総理がその、紹介したデータがね、おかしいじゃないかっていうところからこう端を発したわけですからね。そうすると、今の藤井さんのお話考えると、この、まあ、ミスのものを使ってしまったと。いうこと。いや、なんですかね。いや、ね、最終的にね、それで、ミスがあった時にどうするかって言ったら、ほとんどそれも消すとかね。もう、だから場合によっては 0.7%、これ捨てようとかしたり、あるいは元に戻って、でもやっぱりそう書いとるとかね。あるんですよ。もうそういうふうに書いてはる。まあ、誤記ってやつですね。間違いで書いてる。勘違いとか、アンケート調査ってそんなもんですから。でも、それも入れて、だからいろんなバイアスが入ってますから、それで全体が相殺して、平均値っていうのは意味がある、ロバスそうだって、眼鏡だというふうに思って、統計処理しますから、そんなにね、いや、僕の一般的な統計処理をよくやる感覚からすると、そんなにこう、結論に大きな影響はないだろうなと思うんですけど、わかんないです。ちゃんと国会答弁をしっかり聞いてください。政府の説明を聞きましょう。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。時刻6時29分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与藤井聡さんです。この時間、藤井さんには、金利 0% 台融資、揺らぐ銀行ビジネスモデル、こちらについてお話を聞きます。日銀がマイナス金利政策を導入して2年です。銀行を起点にした金融システムの歪みが目立っていると指摘されています。銀行の貸出金利下がり続けて、2017年末の貸出金の残高のうち金利 0% 台の融資全体の 62% に拡大です。金融緩和、景気を下支えする効果、これは大きいものの、企業のこの資金需要を引き出すには至っていない。銀行の業績を下押しする面の方が目立っているということも言われてます。このマイナス金利の影響についてですが、藤井さんはこれどうご覧になってますか？ね、銀行だけを狙い撃ちにした、銀行増税みたいなもんなんですよ。結局。まあ、効果としてはね。これもうみんな役人のとか、経済関係の人間みんな今の発言で、あ、そうそうってみんな、めっちゃ分かってると思うんですけど、要はですね、銀行がもう普通、銀行がお金借りて、で、貸して、預金預かって、で、貸して、その、利ざやで稼ぐっていうためにあるんですよ。銀行がね。これ、ビジネスモデルも何もそういうものなんですよ。そのラーメン屋は仕入れて、
食べてもらってお金儲ける、はい、これがラーメン屋のビジネスなんです、はい、でなんか銀行はお金預かって貸して、はい、利益でその金利で稼ぐっていう話なんですけど、も誰も借りてくれないんですよ、はい、でもしょうがないからもうほとんど 0% に近いような金利でしかお金借りてくれなくて、それでもほとんど借りてくれなくて、はい、借りてくれ借りてくれって言って、でだからもう銀行が全然儲からなくなってるんですよね、うん、なんでそうなってるかっていうと、うん、もうあの金融政策でもすごいゼロ金利政策をやって、うん、マイナス金利をやってですね、日銀がね、でもうそうなってもうものすごい銀行は、うん、あの借りてくれないからしょうがないから、ほとんどタダで貸してるようなものになってるわけですよね、はい、でこれちゃんとしたあの世の中がお金がちゃんとお金が回ってたらちゃんと借りてくれるから金利が 1% とか 2% とか 3% とかで、下手したら 5% とか 6% って貸してましたからね昔は、はい、で貸してくれなくなってでも金利がすごい下がっちゃって、うん、ほいでもう銀行がすごいもうすごい損をかぶってる状況にあるわけなんですよね、はい、うん、なんかこれなんかデフレだからですよ、要するに、デフレだからです、はい、で国内銀行の貸出金の残高というのが去年末の時点で471兆円、うん、このうちおよそ290兆円が金利 1% 未満の貸出金だったと、今藤井さんおっしゃった通りでゼロに近いと、異常なんですよね。でこれでね、僕これでね、その報道がね確か日経だったかと思いますけど、僕引用してたのは、はい、でその記事にこう書いてあるんですよ、はい、リザヤで稼ぐ伝統的な銀行のビジネスモデルは抜本見直しを迫られているって書いてあるんですよ、はい、何言ってるんだお前と、お前って言いましたけどね、これ個人じゃなくて組織に言ってるわけですけど、いやだからラーメン屋は麺とかいろいろ仕入れて、で売ってその差額で儲けるのがラーメン屋の伝統的ビジネスモデルですよ、このラーメン屋それで商売しててね、はい、それで儲かれなかったからってこのビジネスモデル抜本的見直しが迫られてるって言ったら、いや何十売れっちゅうんかとか散髪せっちゅうんかとかっていう話ですから、何を言ってるのか意味わかんないですよね。だからこれは、うん、ここでね、だから銀行のビジネス仕方を変えるべきだみたいな論調を言ってるわけですけど、はい、そうじゃなくて、これで非常に厳しくなってるわけだから銀行は、だから金利が上がるようにちゃんと、すなわちみんな一般の企業がお金を借りるような状況を作るべきだっていう方向で論調を組むべきなんですよ、はい、当たり前じゃないですか、でそれでこうちゃんとこうだからこそデフレを脱却しインフレ基調にしないといけない、はい、そのために何したらいいのかとかっていう議論をして、でこういうふうに議論になったら、あじゃあやっぱり財政政策は必要ですねとか、はい、あのプライマリーバランス規律があんまりきつすぎるの問題ですねとかっていう方向に、正しい方向に議論が展開するのに、ビジネスモデルの抜本見直しとかっつったらね、正しい方向の話がなくなるじゃないですか。何を言っとるんだと。はい。本当にね、もうなんか考えられないですね、こういう新聞は。今、ラーメン屋さんのこのね、うん、例が出てきましたけども、いや、ラーメン屋さんはラーメン屋さんで味良くしたりとかね、うん、それなりの努力をしなきゃいけない。うんうん、これ、銀行は何か努力はもうできない。できないです。ですか。うん、だって、いや、だってラーメン食べたやついないっちゅう話ですから。ああ、そうか、そうか。努力しようがし、努力でなんか金利下げてるんですよ。はい。その、金利下げるしかないですからね。ラーメンさんに例えば、ティッシュつけたって、しょうがないですよ。ティッシュつけたり、トイレットペーパーつけますとか言ったって、借りないですよ、誰も。だから、安するしかないから金利下げてるんですよ。そんなかわいそうな話で、銀行の人かわいそう、これじゃあ。それでも世界中はね、投資が進んでますから、はい、海外の銀行はガンガン高い金利で借りれてる、貸してるわけですよ。そんなとこでね、国際的な競争とかで銀行の競争力、そがれますよ、そんなもの。だからやっぱり。となれば、この銀行の減少を見て、うん、やはりこの政府がね、うん、もっともっと景気を良くしていくしかないそうだと、そういう論調、なんで、日本経済新聞たるものがですよ、なぜその当たり前の回答がわからないのか、僕にはわからないですね。バカなのか、嘘ついてるのか、どっちなのか、どっちもなのか、ちょっとわからないですね、僕には。となれば、藤井さんおっしゃるに、もっともっとその、まあ、例えば財政出動したりとかですね。うん、ね。で、例えばね、もちろんね、景気を良くするための財政政策以外もあるんだっていう議論があってもいいですよ。でも、はい、みんなが投資をしたくなるような環境を作るべきだっていう議論にならないと、はい、なんか財政政策はその次の話ですから、そこまでたどり着かないわけですよね。はい、もうちょっとね、ちゃんと理性的に議論してもらいたいなと思いますよね。はい。また後ほどお話をお伺いします。時刻6時41分です。
今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与藤井聡さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。はい、まあ、引きこもごもとよく言いますが、まずはスピードスケート女子団体追い抜きで日本が前回の覇者、オランダをオリンピック記録で破って、新記録でですね、金メダルを獲得しました。まあ、高木美帆選手は日本女子で初めて一つの大会で金、銀、銅のすべてのメダル、これを獲得しています。日本のメダルの数は20年前、1998年の長野大会、オリンピックを上回ってですね、冬季大会では最多の11となりました。まあ、メダリストをずらりと並べたオランダに対して、この日本はチーム力で勝ったというね、これはまあ本当におそらくラジオ機の方もやったっていう感じがしてるかと思います。一方、こちらは秘宝です。北野武監督の花火など映画やテレビドラマで存在感を発揮した俳優の大杉蓮さんが昨日急性心不全で亡くなりました。66歳でした。凄みのある悪役からですね、人間味あふれるお父さん役まで、まあ、様々なこの役柄を自在に演じ分けた方でした。2016年の映画シン・ゴジラ、総理役でね、出演もされていたんですけれども、いや、急なことでこれね。残念ですね。本当お元気されてたのにね。そうですね。びっくりしましたね。となると、あのね、藤井さん改めて思うんだけれども、世の中いつ何時何が起きるかわからない。そうですよね。ね。これ俳優の方の死っていうのは、はい、当然知り合いじゃないですけども、はい、こう見てるのでなんか知り合いみたいな気分になってますよね。はい、ある意味なんか日本人全体のこう、なんていうか、ナショナリズムの象徴っていうかね、こういう一人の人をみんなで知ってるっていうのは、で、それでこうみんなでこう死を悼むっていうのはね、こうなんていうか、まあ、日本人みんな仲間なんだなっていうことの、まあ、一端になるんですよね。本当残念ですよね。そうですね。はい。さあ、それではここからはですね、藤井さんにこのテーマで話を聞きます。GDP8 期連続プラスの報道を信じていいのか。内閣府が先週発表した2017年10月から12月期の GDP の速報値、物価変動の影響を除く実質で前の時期に比べて 0.1% 増、年率の換算にすると 0.5% 増でした。プラスは8四半期連続で、同じ基準で数値を遡ることができる1980年以降ではおよそ28年ぶりの長さとなっています。まあ、ちょっとずつ良くなっているということなんですよね、これね。まあそういうふうにね、多くの人を感じるでしょうし、特に28年ぶりだから、はい、すごいいい状況になってきたなと、こう皆さんね、思われる方、数字だけ聞くとね、はい、思うと思うんですけど、はい、全く今の経済状況は、この報道のトーンほど良くないということは、やっぱりね、ちょっと知ってもらいたいなと僕はいつも思うんですね。はい、で、今手元にね、これまた日本経済新聞2月14日版でね、はい、まあ、GDP 年率 0.5% 増、内需牽引と。まあ、はい、ここに書いてあることは全部嘘じゃないんですけど、はい、この大きな見出しだけを見ると、景気良くなったとか見えるんですけど、どういうところが問題かっていうと、実質 GDP は年率 0.5% 増なんですけど、はい、名目 GDP は 年率 0.1% 減。はぁ。なんですね、ええ。で、生活実感は、この、名目 GDP の方なんですよ。はい、これは僕たちの、まあ、いわば、所得を全部足し合わせたもの。はい、これが名目 GDP ですが、これが減ってるっていうことなんですよね。はい、これ減ってるにもかかわらず、実質と呼ばれるものが、増えてるように見えるのは、物価が安くなってるからなんですよね。はあ、はあ、その、僕たちの所得100万円でも、物価が安かったらいろんなものを買えるじゃないですか。高かったらあんま買えないと。はい、だから、所得が同じでも、物価が安くなればなるほど、実質値はたくさん買えるの、実質は上がってくるという構造があるんですよ。それでいくと、この物価は、まあ、GDP デフレだって言いますけど、はい、GDP デフレだと言われるマクロな物価は、0.6% マイナスってことなんですよ。だから僕たちの所得は 0.1% 減って、物価がそれ以上に 0.6% も減ってるから、見かけ上たまたま 0.5% 実質値になるものが人工的な値として上がってるというだけなんですよね。本来の回転と逆になってるってことなんですね。そうです、そうです。で、僕たちの所得も下がってるし、物価が下がってるってことですから、物価が下がってるっていうのは恐ろしいことでね、例えばそのいろんなお仕事されてる方の、その会社の収入がその分減ってるってことなんですよね。だからまあ、
大雑把に言って物価が 0.5%、0.6% 下がるっていうことは、会社の収入が、企業の収入が 0.5% 下がるってことなんです。そうすると収入が下がるってことはですね、絶対賃金下がるんですよ。はい、お給料がね。全部、儲からなくなる。まあ、会社の、儲かり具合が悪いわけだから。そうなんですよ。はい、だからね、これね、恐ろしいことで、物価が 0.5% 下がってるんだから、はい、次の期の所得が下がる。はい、ってことは、所得が下がると、使うお金も減る。はい、ってことは、次の期の名目 GDP も下がるんですよ。はい、で下がると、また物価下がるんですよね。その、みんながお金使わなくなったら、物の値段って下がってきますから。はい、そうすると、さらに、名目も下がるし、物価も下がる、はい。そしたら、実質地だけが上に見えるんですよ。そうやって、もう8年連続、はい、8四半期で、ごめんなさい、8四半期連続、上がっていくってことが起こるんですよ。だから、デフレにの途上っていうのは、こう、そうなるんですよ。だから、これはね、何にも良くないんですよ。今、藤井さんのお話聞かなくてね、うん、初めて気づいたって方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、なんかこう、プラスって言うと、あ、プラスなんだなと。うん、全てがこう、いい風に回転してんだなと思うけれども、うん、今の藤井さんのお話を聞けば、いやいや、逆回転してるんだけれども、その、うん、その差で、プラスに見えてしまう時があるんだってことなんですね。そうなんですよ。だからね、もうデフレの時にはね、実質 GDP っていうのはね、はい、よっぽど注意してみないといけないですよね。確かに、実質と名目があるんだってことなんですね。名目をちゃんと見ないとね、本当になんか、なんで日本ってこんな国になってしまったんですかね。まあ、ただこうやってね、ニュースで GDP が8四半期連続でプラスだっていう、こういうニュースが続くと、これ影響ってのはありますよね。いやそれでね、どういう影響があるかっていうとね、もう景気がいいんだと。ああ、じゃあもう多少増税しても大丈夫だなっていう方向に。確実につながるわけですよ、はい、景気がいいんだなと、じゃあもう景気対策なんていらねえよなと、うん、いうことに確実になるわけですよ、で景気対策をやらなくて増税をやったらますます実質 GDP 名目 GDP は下がり物価が下がっていくんですよ、そしたらまた実質 GDP は上がっていくわけですよ、はい、もう地獄のようなサイクルがあって、これね、普通はその、バカだったらこれでもいいですけどね。はい。一定程度知性なり理性なりがあったら、ちょっとデータ見たら、あるいはこの新聞読んだって書いてあるんですから、名目 GDP が 0.1% 減って、はい。それ見たら、これ危ないよな、と思わないといけないし、僕はこういう日本経済新聞さんのこういう見出しに対して抗議してもいいんじゃないかなと。これ日本経済新聞さんだけは今言ってますけどね。日経さんだけじゃなくて、およそ全ての新聞がこの論調なんですよね。はい。で、確かね、なんか沖縄なんとかタイムスだけが、はい。名目 GDP がマイナスだって書いてあってね、ええこと言うてるやん、思うんですけど、これまた、いわゆる、カッコつき保守の皆さんだったらね、また、左翼の沖縄なんとかが政府批判でやってやがるってこう言われるんですよ。別にこれ、政府批判で、そのね、沖縄さんは、そのつもりでやってはんのかもしれないんですけど、正しくはあるんですよ。だからね、正しい情報をね、ちゃんとね、言ってる人に対するリスペクトをね、日本人はいつからなくしたんでしょうね。なんかね、正しいことを言ってる人間に対するリスペクトがなくなったら、その国は確実に、ね、滅びます。バビロンとかも、もうバビロンですよね、この国はね。はあ、本当に。だって、バビロンの塔ってなんで崩壊してきたかって言ったら、はい、言葉が通じなくなったからじゃないですか。言葉が通じないっていうことはもう、嘘も、もうなんか、本当も何もなくなって、適当なことだけ、ブヒーとかギャーとかガウーとか言ってるだけの状況になったわけじゃないですか。そしたら、帝国って崩壊するんですよね。だ日本もね、まさに崩壊の途上にあるんだな、というふうに感じます。この程度の簡単なデータについても嘘がまかり通るというか、正しい解釈がまかり通らないですからね。さて、安倍総理のですね、発言で気になるのがあって、おとといの経済財政諮問会議で、2019年10月、消費税率再引き上げと、20年の東京オリンピック前後の需要変動、まあ、言ってしまえば、需要が減となると、オリンピックが進むとですね、その対応策の協議というのを指示しました。安倍総理、消費税率引き上げによる駆け込み需要と反動減といった経済のブレ、これをコントロールして、需要変動を平準化する具体策、政府一丸となって検討する必要があると、述べました。関係閣僚に協力を呼びかけたということなんですけどもね。まさにね、これは正しいご意見というか、はい、私この時、このおっしゃってた時、僕もこの会議出てたんですけどね。はい、でこの時に、もう資料公表されてるので、はい、今となっては、申し上げてもいいと思いますけど、その資料を見ながら、いくつか数字が書いてあって、はい、でこれも簡単に計算できるんですけど、じゃあ、この
対策する必要があると。増税したら大変なことになるし、はい、オリンピック需要も特需もなかったら大変だと、じゃあそれに対してそのマイナス下振れ効果というものを相殺するためになんぼお金かかるんかというのをざっと2カ年 V 計総計でなんぼかかるかっていうのを計算してみたら、はい、僕の試算によると17兆円から28兆円です。少なく見積もって17兆円、上限で考えると28兆円の財政拡大をやれば、その相殺がプラマイゼロになる、はい、だからこれ28兆円程度出して初めてマイナスがなくなるって話なんですよ。それぐらい大変なことなんですよ今、はいはい、でこれね、あのそこからさらに成長させようとしたら、まあ大雑把で20兆から30兆、はい、20、あの今政府が言ってる、あるいは財務省さんが主導しているような取り組みをやっていったらですね、増税という取り組みをやったらですね、はい、だいたい20兆から30兆円程度の財政政策を財務省さんがやると言わない限り、日本は成長につながらないというのが僕の試算なんですよね。でその試算は、いや、内閣府がどう考えてそのペーパー出してるのかちょっとわかんないですけど、普通に計算したらそうなるんですよ。はい。だからね、これね、とてつもないことですけど、でもね、増税をして、だから6兆とか、はい、5兆から6兆とかの増収をしたいから増税するような人がね、そんな人がね、20兆とか30兆のお金を出すことにね、反骨つくかっていうとね、普通ないですよね、はい、だから結局増税をしても、この総理がおっしゃってるお気持ちはその20兆か30兆いけというふうに僕は解釈しますよ、はい、だけど、それを取り仕切る財務省の皆さんは、いやそれをやらないんだとしたら、はい、結局この国は確実にマイナスになるでしょうね。でむしろこうやって対策やるからいいだろうっていうこの言い訳を与えてですね、結局この国が奈落の底に落ちていくのをみすみす見過ごすことになってしまうのかなと僕はその計算をしながら一人で思ってましたね。まあ当面だから消費税増税というのは、これ凍結しといた方がいいってことですね。でもしやるんだったら2、30兆出せっちゅう出せということですね。で出したってそれでそれを2年間そうでもその次もっとやらなきゃいけませんからね。はい、藤井聡さんでした。はい、エンディングです。 JA 全農秋田から美味しいサムゲタンスーププレゼント、当選したお二人発表です。朝の目覚めさん、当たりましておめでとうございます。あとゆずさんですね、千葉にお住まいの方おめでとうございます。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与藤井聡さんです。こういうニュースがあります、まあ、先ほどから何かと名前の挙がっている日本経済新聞ですね、はいはい、物流施設高速道路接続促すという記事ですね。高速道路から物流施設に直結する道路整備、これを促すために国交省が民間企業に費用の一部無利子で貸し出し、まあ、貸し付けるですね、制度を作ると。ネット通販の拡大で物流施設の需要、これが増える中、高速道路に近い倉庫をですね、資金面で支えることで物を迅速に運べるようにするということですね。高速道路の専用の出入り口、これを新たに設けて荷物を積んだトラックなどがスムーズに行き来できるようにします。民間企業が施設までの道路整備費を負担する一方、インターチェンジの料金所、まあ、これはそれぞれの地域の高速道路会社が整備をすると。この取り組みいいでしょうね。いや本当そうですね、政府って本当にいろんな取り組みしてますから、中にはデフレを加速してしまうような、いかがなものかというか、日本国民にとってこう害を与えるような取り組みをやる部局というか対策もあれば、日本人を豊かにする対策もあるわけですよ。これは本当に日本人を豊かにする方向の対策で、どういうことかというと、高速道路の整備っていうのは公共の投資ですよね、でも本来経済が成長していくためには公共の投資だけで経済が成長していくようなんて良くないんですよね。やっぱり公共の投資というのは民間の投資を呼び込む呼び水としてできたときに、もう最大の効果を発揮するんですよ、はい、したがって政府の投資をしたときに、その同じ1000億なら1000億を投資したときに、それでより大きく民間の投資が拡大するような環境を整えておくと、その政府支出っていうのがより生きてくるわけですよ、でまさにこの取り組みってそういうことになってて、政府がこう高速道路を作ると、それに合わせて民間の人が周りにこう必ず高速道路投資とか新幹線投資とか港湾投資ってみんなそうですけど、必ず民間投資が拡大するので、その拡大率がこれの取り組みで上がっていくわけですから、ぜひねこの取り組みを進めてもらいたいなと思いますし、費用の一部ってなってますけど、もっとじゃんじゃん、もう全部でもいいんじゃないかと思うぐらいやったらいいんじゃないかなと思いますよね、はい、今回この無利子貸し付け制度というのは、高速道路から物流施設に直結する道路を新しく設ける企業、民間企業への融資が対象になるということなんですよね。で国交省に申し入れると数億から20億円規模とされるこの整備費の4分の1、これを無利子で貸し付けると
ということですね、うんまあ、こういう具体的なこともちょっと考えられているということなんですね。ぜひこういうのは進めてもらいたいですね、はいあとはですねこれ読売新聞ですけれども、うん、ムーミン問題満点回答というのがありますね。河野外務大臣とフィンランドのソイニ外相がですね都内で会談を行いました。今年1月大学入試センター試験で取り上げられたムーミンをめぐる論争の決着で合意をしたというんですね。例のセンター試験の地理の B でしたか、ムーミンの舞台が問われてフィンランドが正解とされたことが論争に発展していました。で河野大臣がですねこの経緯に触れるとソイニ外相、フィンランドのソイニ外相はムーミンは一人一人の心の中にいると笑顔で語って問題解決を宣言したということですね、うんうん、いやまあこれなかなか日本人が言えない答弁ですよね。なんかもう言いやんかもってことですよね。向こうからしたら、ね、これ説問ではノルウェーとフィンランドが舞台のアニメとしてムーミンと小さなバイキングビッケのこの絵を見せてですねで両国の言語で書かれたそのカードとの正しい組み合わせこれをお答えさせたというものなんですけれども、センター試験ではムーミンとフィンランド語の組み合わせを正解としました。もしかし作者のですね、作者がフィンランド出身ではあるもののムーミンの舞台は架空のムーミン谷だということからですねフィンランドではないのではという指摘が相次いで、で北欧の研究者らを巻き込む大きな論争に発展していたということなんですけどね、まあ、でもこのニュースを通してね、はい、ムーミンってフィンランド初なんやって思った人多いでしょうからね、はい、あそうですね、それは良かったですよね、そうですね、うん私も問われてムーミンってどこってか良かったじゃないですかね、そうですね、これソイニ外相はそういうふうに思いましょうって言ってはるんですよ、そうですね、ムーミンは一人一人の心の中にいる、うんこの答えはでもなかなか出てこないでしょうね、うんまあ、これやはり外国の人だからってことなんですか、そうですだから本当こんな話すのやめようやっていう話ですよね、海外の人からしたら、でそしたら海外の国民主もそれはそうやなって言って、終わりで次の経済だとか、いろんな政治の問題の話してるんじゃないですか、皆さん、大人になってそういうもんですよ、それが成熟っていうこと、大人ってもんですよね、大人ってものなんですね、はい、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授内閣官房参与藤井聡さんでした。藤井さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。撤回してというようなことがありましたが、まあ、今回ですね新たに、117の異常な数値を、が見つかったと、これは立憲民主党の長妻氏が精査したということなんですけど、例えばどういうものがあるかというと、ある場所では調査した人の1週間の残業が25時間30分だったが1ヶ月の残業は10時間だったと、1週間の残業が25時間あるにどうして1ヶ月の残業が10時間なのかということですね。あと別の場所では1日の残業が12時間45分だったのが1週間では4時間半の人がいたと、まあ、これおかしいじゃないかということです。まあ、厚生労働省の幹部はですね、この誤った記載だとか入力ミスが考えられると、まあ、説明しているわけなんですけれども、これ藤井さんいかが、これね僕はこの調査自身は僕いじったことなんでちょっとわからないんですけど、調査票もちょっと見てないのでわからないんですけど、あくまでも一般論で言いますけどね、いや、これ全体のデータの 0.7% ぐらいで異常値が見つかったということですけど、すごい普通ですね。ああ、そうですか。というか、このデータがどこまで処理、洗ってたのかがちょっとわかんないですけど、普通はですね、入力ミスなんか絶対大あるので、そこ論理チェックって言ってね、データ処理をこうするときに、例えばそれコーディングコーディングっていうのは調査用が、生の調査用があります。それをこう誰かがこう手でちょっとこう、点数書きます、で、それを打ち込みます。で、それ合ってるかどうかチェックします。で、どうたらこうたら処理のこう、出る流れ作業なんです、で、最後に論理チェックって言って、いくつかのアルゴリズム入れて、これはこれよりも長くないといけないとか、これはこれより短くないといけないとか、これとこれ確かこうならないといけないとかっていうのをざーっとチェックして、異常が上がってきたやつもう一回調査票を見てチェックすると、はい、でそれでその最後の論理チェックでですね、まあ、どこまでちゃんとやってたのかとか、漏れるかとか、なんか、まあ、そういうことはありますし、だからすごい普通なんですよ、こういうのって。僕の感覚から、僕の100万のデータとか、いろんな国勢調査のデータとかね、特に僕ら交通の出発時刻だとか、所要時間とか足したら25時間超えとるやないとか、まあ、全然あって、だから論理チェックのデータの洗いが弱かったのか、のかなとか、まあ、そうなんですよね。最後のこれ入れたコンサルタントとかそうちゃんとこう論理チェックするの忘れたんやろうなとか、まあ、結構あるんですよね。で、それがまず1個です。はい、で、まあ、これちゃんと見ないといけないですけど、まあ、よくあるような話だと僕には感じれます。で、それに加えてですね、
で、この、まず 0.7% ですから、ものすごい意図的に悪くして、はい、労働裁量制の方が短いんだっていう結論を無理から引っ張り出してやるために、むちゃくちゃなデータ作ったんだ。という感じにも、まあ、見えないですよね。0.7% ぐらいだったら、なくもない話だし、はい、間違いが、でも分かんないですよ。全然分かんない。で、しかも9時間37分の9時間16分ですから、はい、これ11,575のデータで、これ20分違ってますから、はい、まあ、違うというふうに感じますよね。ちょっとわかんないです。これもう正式にはもう国会答弁を聞くしかもないですね。そうですね。はい、まあ、今回はですね、安倍総理がその、紹介したデータがね、おかしいじゃないかっていうところからこう端を発したわけですからね。うんうん、そうすると、今の藤井さんのお話考えると、うん、この、まあ、ミスのものを使ってしまったと。いうこと。いや、なんですかね。いや、ね、最終的にね、それで、ミスがあった時にどうするかって言ったら、はい、ほとんどそれも消すとかね。はい、もう、だから場合によっては 0.7%、これ捨てようとかしたり、はい、あるいは元に戻って、でもやっぱりそう書いとるとかね。はいはい、あるんですよ。もうそういうふうに書いてはる。まあ、誤記ってやつですね。間違いで書いて。勘違いとか、アンケート調査ってそんなもんですから。でも、それも入れて、だからいろんなバイアスが入ってますから、それで全体が相殺して、平均値っていうのは意味がある、ロバスだって、眼鏡だというふうに思って、統計処理しますから、そんなにね、いや、僕の一般的な統計処理をよくやる感覚からすると、そんなにこう、結論に大きな影響はないだろうなとは思うんですけど、わかんないです。ちゃんと国会答弁をしっかり聞いてください。政府の説明を聞きましょう。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。時刻6時29分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与藤井聡さんです。この時間、藤井さんには、金利 0% 台融資、揺らぐ銀行ビジネスモデル、こちらについてお話を聞きます。日銀がマイナス金利政策を導入して2年です。銀行を起点にした金融システムの歪みが目立っていると指摘されています。銀行の貸出金利下がり続けて、2017年末の貸出金の残高のうち金利 0% 台の融資全体の 62% に拡大です。金融緩和景気を下支えする効果、これは大きいものの、企業のこの資金需要を引き出すには至っていない。銀行の業績を下押しする面の方が目立っているということも言われてます。このマイナス金利の影響についてですが、藤井さんはこれどうご覧になってますか？ね、銀行だけを狙い撃ちにした、はい、銀行増税みたいなもんなんですよ、はあ、結局、はあ、まあ、効果としてはね、これもうみんな役人のとかの経済関係の人間、みんな今の発言で、あ、そうそうってみんな、めっちゃ分かってると思うんですけど、要はですね、銀行がもう普通、銀行がお金借りて、で、貸して、はい、預金預かって、で、貸して、はい、貸して、その、利ざやで稼ぐっていう。はい、ためにあるんですよ。銀行がね。これ、ビジネスモデルも何もそういうものなんですよ。はい、そのラーメン屋は仕入れて、はい、食べてもらってお金儲ける、はい。これがラーメン屋のビジネスなんです。はい、で、銀行はお金預かって貸して、はい、利益で、その金利で稼ぐっていう話なんですけど、ええ、誰も借りてくれないんですよ。はい、でもしょうがないから、もうほとんど 0% に近いような金利でしかお金借りてくれなくて、それでもほとんど借りてくれなくて、はい、借りてくれ借りてくれって言って、だからもう銀行が全然儲からなくなってるんですよね。うん、なんでそうなってるかっていうと、うん、もう金融政策でもすごいゼロ金利政策をやって、マイナス金利をやってですね。日銀がね。で、もうそうなって、もう、ものすごい銀行は、うん、借りてくれないから、しょうがないから、ほとんどタダで貸してるようなものになってるわけですよね。はい、で、これ、ちゃんとした、世の中が、お金が茶番張りで、ナショナリズムで、こう、喜ぶことになるわけですけど、本当に、日本国民が、これからどんどん絶望的な状況に立ち至っているのに、はい、そういうこともしっかり、こう、認識しながら、金のね、メダルの祝福とかするような、そういう成熟した世論だったらね、ありがたいですけど、なんか、これで目くらましされているとしたら、本当になんか、困ったことになりますよね。まあ、そのあたりは藤井さんからしっかりとね、うん、番組の中で伝えていただきたいと考えております、はいはい、さて今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ファックスは東京 03-5403-1151、 ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、 ハッシュタグは tera1134、 たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。
お寄せいただいたメールファックスつぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農秋田より美味しいサムゲタンスーププレゼントします。韓国の伝統料理、こちらにですね、秋田の比内地鶏を使って身もほぐしてレトルトでもう温めるだけにしております。美味しいサムゲタンスープ、ぜひ召し上がってみてください。当選者の発表はエンディングで。時刻6時8分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時13分になるところです。2月22日木曜日、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授内閣官房参与藤井聡さんです。藤井さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。藤井さんに話を聞くこのコーナー、ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞、幻の米朝会談、北2時間前に中止通告。アメリカのホワイトハウス、ペンス副大統領が平昌オリンピック開会式に出席するため、韓国を訪れた際、北朝鮮と会談する予定だったんですが、北朝鮮側がキャンセルし、実現しなかったことを明らかにしました。会談は北朝鮮が韓国政府を介して提案してきた、北朝鮮から提案してきたということなんですね。ワシントンポスト紙によると、会談はペンス氏が韓国にいた10日に予定されていました。しかし、ペンス氏が北朝鮮に対する制裁強化について言及したことや脱北者と面会したことに北朝鮮側が反発し、会談の2時間前に中止が通告されたといいます。会談では北朝鮮の金正恩委員長の妹金与正党第一副部長、あとナンバー2の金ヨンナム氏が出席する予定でした。アメリカ側はですね、北朝鮮がこの機会をつかまなかったことを残念に思うというふうに言っています。この幻の米朝会談、こんなことが言われていたというか、組まれていたんですね。そうですよね、もちろんこれぐらいのことは当然あったでしょうね。でこれ報道ではですね、アメリカ側がこれ言ってるんですけど、北朝鮮側が会いたいというふうに言ってきたと言われてるんですよね。ただだからアメリカ側がいや向こうから言ってきよったんやと、それは断りやがったんやと、そういう話ですけれど、実態はどうなのかわからないとしてもですね、このその可能性ももちろんあるわけですよね。で、韓国としては交渉を始めたいけれども、結局アメリカ側としては交渉を始めるためではなく、トランプ側の強硬な姿勢を直接伝えるためにやるんだと、いうことで会うということになったことを受けて、だったらもう会わないと北朝鮮が言ったと。揺さぶりでしょうね、これはね、もちろんね。ですから本当これ、オリンピックのね、陰でこういうのがあるんだっていうのをこう、忘れないでほしいですよ、日本国民もね。そうですね。金とか、皆さんね、スポーツ選手頑張っているのはすごい立派なことでありが、喜ばしいことですけど、メダルを取ることは。でも僕はもうこっちに気が入ってしまってね、なんかオリンピック見てこう、わーって、なんかね、どうしてもこう慣れないところがありますよね。確かに、オリンピックが何かこう、覆ってるっていう感じはしますよね。そうなんですよね。でも現実は、だってそれまでと何の変わりもないということですもんね。そうです、そうです。まさにこれが終わった時に何が始まるかということをみんな水面下でギリギリやってるわけですからね。その一端がこの会談をするしないの話なわけでね。場合によってはもうこれが終わって、もう非常に危機が高まるわけですから、米朝開戦が絶対ないんだよと、言えないですからね。この、よく、この、今回の平昌オリンピックで、微笑み外交とね、呼ばれて、これはアメリカと韓国の分断を狙ったものだというふうに北朝鮮がですね、というふうに言われてますけれども、これはまさにそうなんでしょうね。まさにそうですよ。そうやって、日米韓をこう分断させることで、足並みを乱れさせて、で、トランプ側がどうしようどうしようってやってるうちに、時間が過ぎると核開発が進んでですね、もうチェックメイトになると、北朝鮮としては。それを狙ってるわけですから、これはもう本当にこのオリンピックはもう、行幸そのものですよね、北朝鮮してみたらね。ラッキーそのものなわけで。そう、やっぱまずそれを考えてもらいたいですね、オリンピック見るにしてもね。続いてはこちら。毎日新聞、厚労省残業データ異常117件。
裁量労働制に関する厚生労働省のデータをめぐり問題となっている2013年度労働時間等総合実態調査、同じ人の残業時間が1週間よりも1ヶ月の方が短いなど、異常な数値が新たに117件見つかりました。安倍総理は国会でデータを撤回するとは言っていないと答弁しましたが、データの信憑性さらに揺らいでいます。まあ、またこれまで厚生労働省がないと説明していたデータの元となる調査票、厚生労働省本庁舎の地下倉庫から見つかったということも判明しています。まあ、これ一般労働者のこの1日の労働時間と、あとこの、ね、企画業務型の総量労働制、まあ、このアンケート、まあ、これが例えば質問ももう違っててですね、で最終的には何か結果的にこの一般の人よりもこの裁量労働制の人の方が短いというふうなデータ、これを、まあ、安倍総理が答えてそれ突っ込まれて、2月22日木曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は真っ暗と先ほども申し上げましたけれども、今日の関東地方曇り空の続くところが多いでしょう。東京や神奈川など南部や茨城、朝晩ところどころで雨や雪が降りそうです。群馬、栃木、夜に雪や雨の降るところがあるでしょう。各地ともこの湿った空気が流れ込むためなんですね。日差しが少なく最高気温昨日より2度前後低くなるでしょう。これ真冬並みですね。6度から8度くらいまでしか気温上がりません。昼間も震える寒さとなりそうです。東京地方今日は曇り、明日は曇りのち晴れという予報です。ここで鉄道情報が入ってきました。運転再開の情報です。信号確認の影響で運転見合わせていた JR 埼京線、先ほど全線運転再開しました。なおダイヤに乱れがあります。ご利用の方ご注意ください。先ほどまで運転見合わせていた JR 埼京線、先ほど全線運転再開しました。ダイヤには乱れがあります。ご利用の方ご注意ください。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与、藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、連日その平昌オリンピックでね、はい、日本、選手がですね、メダルを取った、いや残念逃した、一喜一憂している感じがしますけれども、はい、昨日はですね、はい、スピードスケート女子団体追い抜き、日本が前回覇者のオランダオリンピックレコード、オリンピック記録で破りまして金メダルを取りました。まあ、これで、高木美帆選手はですね、日本の女子で初めて一つの大会で金銀銅の全メダルを獲得したということなんですね。でトータル日本のメダル数は、今から20年前の長野大会、1998年のこの長野大会を上回り、東京オリンピック最多の11個となりました。まあ、このスピードスケート女子団体追い抜きパシュートなんて言いますけれども、高木美帆選手と高木菜那選手という姉妹が出ててね、そしてこれ4人いて、そして準決勝では菊池彩香選手が滑って、走ってですね、そして、この決勝では佐藤綾乃選手、ですから高木姉妹に佐藤綾乃選手の3人で、このレースに挑んだわけなんですが、見事金メダル。あ、そうですね、すごいですね。日本もだいぶメダル取るようになりましたね。そうですね。で今回5時台でも申し上げたんですけれども、スピードスケート女子団体追い抜き最大のこのポイントってのが、空気抵抗をいかに、まあ、味方につけるかということなんですね。まあ、後ろの選手、3人縦に並ぶんですよね。で先頭の選手に空気抵抗がかかります。そしてその後ろにいる2人、体力をこの温存するというそういう仕組みになっているんですね。でこの前の選手が空気抵抗を受ける、その後ろの選手が最小限にその空気抵抗を抑えるために縦の隊列を組むわけですね。で、この風よけになった後続の選手は体力温存する。で脚力だけじゃなくて、この隊列の並び方だとか先頭交代の仕方、これが勝負を左右する。なぜならば3人滑って、そして3人目のこの、タイムで競ってますからね。ですからほぼ同時にこの、ゴールするというのが、まあ、ポイントなわけなんですけども、でこの相手のオランダですが、決勝のね、そうそうたる顔ぶれ、1500メートルの金メダリスト、あと3000メートルの銀メダリスト、
あのこれがブストっていう選手なんです。この人をエースにですね、他の2人も今大会のメダリストなんですね。で一方あの日本は高木美帆選手こそ個人種目でメダル2つ持ってますけども、お姉さんの菜那選手は 5000m12 位、佐藤選手は 3000m8 位と、まあ、力的には劣るわけなんですよね。でこのハンデを補うためにですね、年間300日にも及ぶ長期の合宿を行ったと。ですからどのチームよりもあの一糸乱れぬというか、まあ、綺麗なラインを形成して、まあ、ここを補ってきたということなんですが、あのここで藤井さんね、やっぱり科学の英知っていうのも、加わっておりまして、あの国立スポーツ科学センターってところありますよね、ここでもういろいろ研究を重ねてきて、であの風洞実験っていうのもあの車じゃないですけども 13.6 メートルの風を吹かせて、だからこれがおそらくこのパシュートの選手の受ける秒速なんですね、この風吹かせてじゃあ、前後はどのくらいの影響があるのか、あと左右にずれた時にはこれどういう影響があるのかっていうのをいろいろやったんだそうですね、そうしましたら結果的にはあの、まあ、左右に散らばるのが一番影響があるというのが分かって、だから縦に、しっかりとこの、乱れないように隊列を組んでいくというこの作戦を、立てたということのようなんですね。サッカーでもね、なでしこジャパン、ここの、選手の力量っていうのは世界レベルから考えるとそれほどでもないと監督なんかね、おっしゃる中でもやっぱりチーム力で勝つっていうね、まあ、まさに強靭なチームワークをね作るのにもこういうのは大切なんですよね。せっかくこう個々のスポーツ選手がこうやって頑張ってるのに国も頑張ってもらいたいですよね。そうですね、いろんなことでも ね、まあ、ね、そうですね。あと、まあ、ここの国立スポーツ科学センターだってお金はかかるわけですから、そうですよね、まあ、こういったところへのそのね、まあまあ、投資というか、そうですよね、お金は必要な、そういうところにやはりちゃんと、ね、出すと日本中がこうやって湧くっていうのを ね、そうですね、理解した方がよろしいでしょうね。あとカーリングの女子なんですけれども、日本がスイスに8対4で敗れはしたんですが、一方でアメリカがスウェーデンに敗れたために1次リーグ4位で決勝トーナメント進出を決めました。まあ、最後はあの4チームでトーナメント組みますんでね、で明日があの準決勝ですけれども、1次リーグ首位通過の韓国とカーリング女子は対戦するということですね。まあ、こちらもチーム力でなんとかね、そうですね、頑張っていただきたいという感じがしますよね。まあ、だけれどもそのピョンチャンオリンピック、今度は2020年東京オリンピックが控えているわけなんですけれども、まあ、こうやって、世の中この気分的にはメダルを取ると明るくなる、そうですよね、なんかある意味それちょっと非常にある種の悲しみを感じますよね。本来もう非常に危機的で絶望的な状況に今日本があるのに、この、まあ、君はね確かに日本人として嬉しいですけれども、本当こう歌方の今の個人のね、お金が回ってたらちゃんと借りてくれるから金利が 1% とか 2% とか 3% とかで、下手したら 5% とか 6% って貸してましたからね昔は、で貸してくれなくなってなんか金利がすごい下がっちゃって、それでもう銀行がすごいもうすごい損をかぶってる状況にあるわけなんですよね。これはデフレだからですよ、要するに。で、国内銀行の貸出金の残高というのが去年末の時点で471兆円。このうちおよそ290兆円が金利 1% 未満の貸出金だったと。今、藤井さんおっしゃった通りで、ゼロに近いと。異常なんですよね。で、これでね、僕、これでね、その、報道がね、確か日経だったかはと思いますけど、僕引用してたのは。で、その記事にこう書いてあるんですよ。リザヤで稼ぐ伝統的な銀行のビジネスモデルは抜本見直しを迫られているって書いてあるんですよ。何言ってるんだお前と。お前って言いましたけどね。これ個人じゃなくて、組織に言ってるわけですけど。いやだからラーメン屋は麺とかいろいろ仕入れて、で、売って、その差額で儲けるのがラーメン屋の伝統的ビジネスモデルですよ。このラーメン屋それで商売しててね。それで儲かれなかったからってこのビジネスモデル抜本的見直しが迫られてるって言ったら、いや、まんじゅう売れっちゅうんかとか、散髪せいっちゅうんかとかっていう話ですから、何を言ってるのか意味わかんないですよね。だから、これは、ここでね、だから、銀行のビジネス仕方を変えるべきだみたいな論調を言ってるわけですけど、そうじゃなくて、これで非常に厳しくなってるわけだから、銀行は。だから、金利が上がるように、ちゃんと、すなわち、みんな一般の銀行、
一般の企業がお金を借りるような状況を作るべきだっていう方向で論調を組むべきなんですよ、はい、当たり前じゃないですか、でそれでこうちゃんとこうだからこそデフレを脱却しインフレ基調にしないといけない、はい、そのために何したらいいのかとかっていう議論をして、でこういうふうに議論になったら、あ、じゃあやっぱり財政政策は必要ですねとか、はい、あのプライマリーバランス規律があんまりきつすぎるの問題ですねとかっていう方向に正しい方向に議論が展開するのに、ビジネスモデルの抜本見直しとかっつったらね、正しい方向の話がなくなるじゃないですか。何を言っとるんだと、はい、本当にねもうなんか考えられないですねこういう新聞は、今ラーメン屋さんのこのね、例が出てきましたけども、やラーメン屋さんはラーメン屋さんで味良くしたりとかね、それなりの努力をしなきゃいけない、これ銀行は何か努力はもう できないできないですですか、だって、いや、だってラーメン食べたやついないっちゅう話ですから。ああ、そうか、そうか。努力しようがし、努力でなんか金利下げてるんですよ。はい。その、金利下げるしかないですからね。ラーメンさんに例えばティッシュつけたって、しょうがないですよ。ティッシュつけたり、トイレットペーパーつけますとか言ったって借りないんですよ、誰も。だから、安するしかないから金利下げてるんですよ。そんなかわいそうな話で、銀行の人かわいそう、これじゃあ。それでも世界中はね、投資が進んでますから、はい、海外の銀行はガンガン高い金利で借りれてる、貸してるわけですよ。そんなとこでね、国際的な競争とかで銀行の競争力、そがれますよ、そんなもの。だからやっぱり。となれば、この銀行の減少を見て、やはりこの政府がね、もっともっと景気を良くしていくしかないっていうことですね。そうだと、そういう論調、なんで、日本経済新聞たるものがですよ、なぜその当たり前の回答が分からないのか、僕には分からないですね。バカなのか、嘘ついてるのか、どっちなのか、どっちもなのか、ちょっと分からないですね、僕には。となれば、藤井さんおっしゃるに、もっともっとその、まあ、例えば財政出動したりとかですね。ね。で、例えばね、もちろんね、景気を良くするための財政政策以外もあるんだっていう議論があってもいいですよ。でも、みんなが投資をしたくなるような環境を作るべきだっていう議論にならないと、なんか財政政策はその次の話ですから、そこまでたどり着かないわけですよね。もうちょっとね、ちゃんと理性的に議論してもらいたいなと思いますよね。はい。また後ほどお話をお伺いします。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、内閣官房参与藤井聡さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。はい、まあ、引きこもごもとよく言いますが、まずはスピードスケート女子団体追い抜きで日本が前回の覇者、オランダをオリンピック記録で破って、新記録でですね、金メダルを獲得しました。まあ、高木美帆選手は日本女子で初めて一つの大会で金銀銅のすべてのメダル、これを獲得しています。日本のメダルの数は20年前、1998年の長野大会、オリンピックを上回ってですね、冬季大会では最多の11となりました。まあ、メダリストをずらりと並べたオランダに対して、この日本はチーム力で勝ったというね、これはまあ本当におそらくラジオ機の方もやったっていう感じがしてるかと思います。一方、こちらは秘宝です。北野武監督の花火など映画やテレビドラマで存在感を発揮した俳優の大杉蓮さんが昨日急性心不全で亡くなりました。66歳でした。凄みのある悪役からですね、人間味あふれるお父さん役まで、まあ、様々なこの役柄を自在に演じ分けた方でした。2016年の映画シン・ゴジラ総理役でね、出演もされていたんですけれども、いや急なことでこれね、残念ですね。本当お元気されてたのにね。そうですね、びっくりしましたね。となると、ね、藤井さん、改めて思うんだけれども、世の中、いつ何時何が起きるか分からない。いや、そうですよね。ね。これ、俳優の方の死っていうのは、はい、当然、知り合いじゃないですけども、はい、こう見てるので、なんか知り合いみたいな気分になってますよね。はい、ある意味、なんか日本人全体の、こう、なんていうか、ナショナリズムの象徴っていうかね、こういう一人の人をみんなで知ってるっていうのは、で、それでこうみんなでこう死を悼むっていうのはね、こうなんていうか、まあ日本人みんな仲間なんだなっていうことの、まあ、一端になるんですよね。本当残念ですよね。そうですね。はい。さあ、それではここからはですね、藤井さんにこのテーマで話を聞きます。GDP8 期連続プラスの報道を信じていいのか。
内閣府が先週発表した2017年10月から12月期の GDP の速報値、物価変動の影響を除く実質で前の時期に比べて 0.1% 増、年率の換算にすると 0.5% 増でした。プラスは8四半期連続で同じ基準で数値を遡ることができる1980年以降ではおよそ28年ぶりの長さとなっています。まあ、ちょっとずつ良くなっているということなんですよね、これね。まあ、そういうふうにね、多くの人感じるでしょうし、特に28年ぶりだから、はい、すごいいい状況になってきたなと、こう皆さんね、思われる方、数字だけ聞くとね、はい、思うと思うんですけど、はい、全く今の経済状況は、この報道のトーンほど良くないということは、やっぱりね、ちょっと知ってもらいたいなと僕はいつも思うんですね。はい。で、今手元にね、これまた日本経済新聞2月14日版でね、はい、まあ、GDP 年率 0.5% 増、内需牽引と。まあ、はい、ここに書いてあることは全部嘘じゃないんですけど、はい、この大きな見出しだけを見ると、景気良くなったとか見えるんですけど、どういうところが問題かっていうと、実質 GDP は年率 0.5% 増。はい。なんですけど、名目 GDP は 年率 0.1% 減なんですね。で、生活実感は、この名目 GDP の方なんですよ。はい、これは僕たちの、まあ、いわば、所得を全部足し合わせたもの。はい、これが名目 GDP ですが、これが減ってるっていうことなんですよね。はい、これ減ってるにもかかわらず、実質と呼ばれるものが増えてるように見えるのは、物価が安くなってるからなんですよね。はい、その、僕たちの所得100万でも、物価が安かったらいろんなもの買えるじゃないですか。高かったらあんま買えないと。はい、だから、所得が同じでも、物価が安くなればなるほど、実質値はたくさん買えるので、実質は上がってくるっていう構造があるんですよ。それでいくと、この物価は、まあ、GDP デフレだって言いますけど、はい、GDP デフレだと言われるマクロな物価は、0.6% マイナスっていうことなんですよ。はい、だから僕たちの所得は 0.1% 減って、物価がそれ以上に 0.6% も減ってるから、見かけ上たまたま 0.5% 実質値になるものが人工的な値として上がってるというだけなんですよね。本来の回転と逆になってるってことなんですね。そうです、そうです。で、僕たちの所得も下がってるし、物価が下がってるってことですから、物価が下がってるっていうのは恐ろしいことでね、例えばそのいろんなお仕事されてる方の、その会社の収入がその分減ってるってことなんですよね。だからまあ、大雑把に言って物価が 0.5%、0.6% 下がるっていうことは、会社の収入が、企業の収入が 0.6% 下がるってことなんですよ。そうすると、収入が下がるってことはですね、絶対賃金下がるんですよ。はい、お給料がね。全部、儲からなくなる。まあ、会社の、儲かり具合が悪いわけだから。そうなんですよ。はい、だからね、これの恐ろしいことで、物価が 0.6% 下がってるんだから、はい、次の期の所得が下がる。はい、ってことは、所得が下がると、使うお金も減る。はい、ってことは、次の期の名目 GDP も下がる。はい、で下がると、また物価下がるんですよね。その、みんながお金使わなくなったら物の値段って下がってきますから。はい、そうすると、さらに、名目も下がるし、物価も下がる。はい、そしたら、実質値だけが上に見えるんですよ。そうやって、もう8年連続、はい、8四半期ごめんなさい。8四半期連続、上がっていくってことが起こるんですよ。だからデフレに、の途上っていうのは、こう、そうなるんですよ。だからこれはね、何にも良くないんですよ。今藤井さんのお話聞かなくてね、うん、初めて気づいたって方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、なんかこう、プラスって言うと、あ、プラスなんだなと。うん、全てがこう、いい風に回転してんだなと思うけれども、うん、今の藤井さんのお話を聞けば、いやいや、逆回転してるんだけれども、その、うん、その差で、プラスに見えてしまう時があるんだってことなんですね。そうなんですよ。だからね、もうデフレの時にはね、実質 GDP っていうのはね、はい、よっぽど注意して見ないといけないですよね。確かに、実質と名目があるんだってことなんですね。名目をちゃんと見ないとね、もう本当になんか、なんで日本ってこんな国になってしまったんですかね。まあ、ただこうやってね、ニュースで GDP が8四半期連続でプラスだっていう、こういうニュースが続くと、これ影響ってのはありますよね。いやー、それでね、どういう影響があるかっていうとね、もう景気がいいんだと。ああ、じゃあもう多少増税しても大丈夫だなっていう方向に、確実につながるわけですよ。はい、あ、景気がいいんだなと。じゃあもう景気対策なんていらねえよなと、いうことに確実になるわけですよ。で、景気対策をやらなくて増税をやったら、ますます、実質 GDP、名目 GDP は下がり、物価が下がっていくんですよ。そしたらまた、実質 GDP は上がっていくわけですよ。はい、もう地獄のようなサイクルがあって、これね、普通はその、バカだったらこれでもいいですけどね。はい、一定程度知性なり理性なりがあったら、ちょっとデータ見たら、あるいはこの新聞読んだって、
書いてあるんですから、名目 GDP が 0.1% 減って、はい、それ見たらこれ危ないよなと思わないといけないし、僕はこういう日本経済新聞さんのこういう見出しに対して抗議してもいいんじゃないかなと。これ日本経済新聞さんだけは今言ってますけどね、日経さんだけじゃなくておよそ全ての新聞がこの論調なんですよね、はい、で確かね、なんか沖縄なんとかタイムスだけが、はい、名目 GDP がマイナスだって書いてあってね、ええこと言うてるやん、思うんですけど、これまたいわゆるカッコつき保守の皆さんだったらね、はい、またあの左翼の沖縄なんとかが政府批判でやってやがるってこう言われるんですよ。別にこれ政府批判でそのね、沖縄さんはそのつもりでやってはんのかもしれないんですけど、はい、正しくはあるんですよ、だからね、正しい情報をね、ちゃんとね、言ってる人に対するリスペクトをね、日本人はいつからなくしたんでしょうね、はい、なんかね、正しいことを言ってる人間に対するリスペクトがなくなったら、はい、その国は確実に、ね、滅びます。バビロンとかも、もうバビロンですよね、この国はね。はあ、本当に。だって、あの、バビロンの塔ってなんで崩壊してきたかって言ったら、はい、言葉が通じなくなったからじゃないですか。言葉が通じないっていうことはもう、嘘も、もうなんか、本当も何もなくなって、適当なことだけ、ブヒーとかガハーとかガウーとか言ってるだけの状況になったわけじゃないですか。そしたら、帝国って崩壊するんですよね。だ日本もね、その、まさに崩壊の途上にあるんだな、というふうに感じます。この程度の簡単なデータについても嘘がまかり通るというか、正しい解釈がまかり通らないですからね。さて、あの、安倍総理のですね、発言で気になるのがあって、おとといの経済財政諮問会議で、2019年10月、消費税率再引き上げと、20年の東京オリンピック前後の需要変動、まあ、言ってしまえば、需要が減となると、オリンピックが進むとですね、その対応策の協議というのを指示しました。安倍総理、消費税率引き上げによる駆け込み需要と反動減といった経済のブレ、これをコントロールして、需要変動を平準化する具体策、政府一丸となって検討する必要があると、述べました。関係閣僚に協力を呼びかけたということなんですけどもね。まさにね、これは正しいご意見というか、はい、私この時、このおっしゃってた時、僕もこの会議出てたんですけどね。はい、でこの時にもうあの資料公表されているので、はい、今となっては、あの申し上げてもいいと思いますけど、その資料を見ながらいくつか数字が書いてあって、はい、でこれも簡単に計算できるんですけど、じゃあこの